どうも、うずです。本日は、GoPro、GoPro の話なんですが、GoPro のドローン、カーマって皆さんご存知でしょうか？私の動画を普段見てくださってる方は、知ってると思うんですが、ドローン、GoPro も出しているんですよ。で、そのドローンの、事業を GoPro やめます、という発表を先日 GoPro がされましたので、今回改めてちょっと GoPro 振り返ってみようかなと思いました。で、そういう私も、GoPro、結構好きで、今2個ですね、カメラはセッションと GoPro Hero 5を使ってます。で、ちょこちょことこう写真と動画をこちらの Hero 5で収めることが最近多いんですが、愛用しております。今でも大好きですし、これからもずっと使います。まあ、そういったちょっと GoPro が好きだということをちゃんと冒頭に言わせておいてもらって、けなします。GoPro、まずいつからあったのかっていうところなんですが、最初は2002年創設になります。ニック・ウッドマンという方が、これ有名な方なんですけど、が立ち上げた会社です。すごいね、スマイルが特徴的なかっこいいイケメン男性ですね。よく GoPro のアピール CM、 プロモーションビデオにも登場してるような人です。まあ、発祥はシリコンバレーですね。まあ、今でもそうですけど、もう当時すごいシリコンバレーっていうと起業家たちがね、 IT 関係でも聖地のように言われていて、そのシリコンバレーから発足した会社になってます。で、今でこそウェアブル端末って、ウェアブルっていう言葉を普通に使っていて、カメラだったり、その体の健康状態を測るものだ、腕輪みたいなものだったり、いろいろウェアブル機器っていうのがあるんですが、そのウェアブルっていう言葉がまだ出来上がる前からそのような機能を有していたカメラになります。で、GoPro が出た頃には、このようなカメラは実際なかなかなかったので、こんなにねよく撮影できて、水にも強いし衝撃にも強いで、小型高性能なかったので、このカメラを利用して、撮影をする、スノーボーダーとか、あとはマウンテンバイクとかサーファーとかが、このカメラを使って自分を撮って、すごいプロモーション映像を作っているっていうのが当時すごい斬新画期的なことだったわけですね。でもちろん飛ぶように売れたわけです、 GoPro。 でその後、各種マウント、いろいろなね、こうものにつけられるマウントを開発したりとか、あとはソフトウェアを充実させたりして、X スポーツって呼ばれる、そういうスポーツ以外にも使う用途が増えて、テレビ局だったり一般の人だったり、どんどん普及していく形になってきたカメラです。で、新規上場株式 IPO を果たしたのも2014年6月に果たしたという形になります。 IPO っていうのがイニシャルパブリックオフリングっていうんでしたっけ、の、頭を取った3文字の用語なんですけど、ちょっとこれ知りたい方はググっといてください。ちょっとこの動画で説明するのは大変だよね。ただ、調子が良かったのは、そう、2014年の6月がピークだったように思われます。その後1年半ほどですね、確か2016年ですからね、1年半ほどで、株価が1回ガッと下がります。まあ、なんで株価が下がったかっていうところなんですが、いろんな用途があると思うんですけど、一つ言われているのが、GoPro を利用した動画っていうのは、私もそうですけれども、ほとんどの方が YouTube でアップロードしてみんなで共有して楽しむという流れが主だったんです。今でも主です。スノーボードとかね、サーフィンとかやって、これで撮った映像は YouTube で公開するっていう方が非常に多いと思います。ところが、GoPro 自体は、それを自社でやれないかって思っちゃったわけですね。まあ、思うのも自然だと思うんですけど、だから自社の動画共有サイトでそういったユーザーを囲おうとした目論見があったところ、実際には人が集まらなかった。なのにその共有サイトを作るために専門家とかをね雇って作ってるわけですから、すごい時間をかけてお金をかけて作ってるわけですから、えらい損失を出したわけですよ。で、それだけ出しお金を出したのに見返りがなかったわけなんですよね、その自社の共有サービス。まあ、これもちょっとね、後々考えてみたら当たり前の話で、みんなが気軽に投稿できる YouTube というのがすごいもう確立されたものがあって、すごい多くの方が利用していて、多くの方が見ている YouTube がある中で、GoPro を使ってる方、しかもその中の多分一部になるんじゃないかっていう方が投稿するようなサイト作ったって、見てくれる人もすごくね、枠がちっちゃくなりますし、まあ、成功はしないなっていうのはね、どっかで判断ついたとは思うんですけど、成功しなかったんですね。で、そういう中で2016年には GoPro は、大きな、かなり大規模なレイオフをしてます。で、その当時 GoPro は1500人ほどの社員がいた中、600人ほどレイオフされたということで、3分の1ほどの社員を切った形になってます。まあ、これは相当大きな動きですよね、その企業にとっては。3分の1の社員をなくすわけですから。で、当時 GoPro は2016年の第3回四半期決算で
業績が予測に大きく届かないことを発表したわけです。でさらに追い打ちをかけられました。これに対してこの発表をした後に、まあ、直後だったかな、かなり近いタイミングだったと思うんですけど、 GoPro が自信を持って満を持して出したカーマ、ドローンですね、 GoPro 初のカーマを販売して出荷したんですけど、すぐにトラブルが発見されて、リコール約2500台のリコールを行いました。もうめちゃくちゃ大打撃ですよね。ただでさえ業績が思わしくないって発表した後、じゃあドローンで頑張ろうって言って出したドローンがダメでした、回収しますって、めちゃくちゃ悲惨な形になりましたよね。2016年の GoPro は本当に辛い年だったんじゃないでしょう。で、2017年に入って GoPro、 私が持ってるものの新型 GoPro Hero 6を発売して、まあ新製品も投入したし、また頑張っていこうぜって気でやってたところだったと思うんですが、まあやっぱりいろいろこうドローン事業とかの採算とか含めると、まあ思わしくないんでしょうね、きっとね。2017年第4回四半期決算報告会、暫定業績報告会にて、ドローン事業を撤退することを発表しましたという流れになります。GoPro はドローンやめます。で2016年のその冬ですね、冬私があのドローンに興味を持ち出して、ドローン欲しいな、何か買おうかなと思った時、真っ先に思いついたのが GoPro のカーマだったんです。動画も確か作って話したことがあったと思うんですが、でそのカーマの話をした時にコメント欄でドローンに詳しい方たちが結構いらっしゃって、うずさん、あのカーマじゃなくてこの後出てくる DJI の Mavic Pro にした方が絶対いいよっていうコメントいただいたんですよ。で私結構あの横にね話流されちゃうタイプなんで、あの結構ね妻にも怒られるんですけど、誰々がねこれいいよって言ってくれるとそっちに結構流れちゃうタイプの人なんですよ。で案の定、DJI の Mavic Pro を選択して現在に至るわけですね、使ってます。だからカーマを買われた方もいらっしゃるんで、あんまりね過激なことは言えないんですけど、私としてはその DJI の Mavic Pro をその時選択できたので、まあ良かったかなって思ってます。今でもすごい満足して使ってますし、ただそのカーマの方にも魅力がもちろん当時からあったものがあって、ドローンとしてのその空撮とかそういうバランス的なもの、安全性っていうものは完全に DJI がまあすごいんですよ、圧倒的にすごいんですけど、カーマってあのドローンのね先っぽのそのグリップみたいにこうスポッて抜けてグリップになるんですけど、それの性能がすごい良くて、そこはもうずっと評価されてます。あのいいスタビライザーだよねっていう話をされてて、まあ、ドローンとちょっと関係なくなっちゃうんですけど、でもともとは、DJI っていうこちらのね最大手のドローンメーカーも最初は GoPro のカメラを使ってたわけですしね、途中でもう自社でカメラ作れるからお前んとこいらないよって蹴られちゃったのが GoPro なんで、それもちょっと GoPro かわいそうなところがあるんですけど、まあそんなこんなで、今回ドローン、GoPro は撤退することになりました。で早速よくこう業界で言われてるのが、結局 DJI のドローンは一強だよねって話になってしまって、他にもドローンを作ってるメーカーって多数あるんですけど、どうしてもねもう一強感が拭えない感じになってしまって、まあ、どこかしらでちょっと DJI と拮抗するようなメーカーが出てきてくれないと、ちょっといろいろとね、なんかちょっと消費者としては思うところあるんですよ。 DJI の製品は高すぎますよ。もう明らかに量産できてるはずなのに、値段の方崩さずにどんどん販売してくるってのはどうかなと。テレビとかであの5万いくらのスパークがこんな安いのって言ってるけど、それどうなのかなって。あれコントローラー抜いた案内してますからね、テレビって。だからテレビ見た方が DJI のスパーク見て、嘘、5万円ちょっとでこんな本体買えるの。あれ確かに手で操作はできるんですけど、どうなんだろうね、安いって言えるのかな。いやちょっと微妙なんですよね、これだけね一社で売りさばいてる中で。ということでちょっと話が逸れてきそうなので、今回の話は、GoPro の話をしたかったのでこういう動画を作ってみました。本当にね GoPro ってこう YouTube でも何でも検索すると動画がいっぱい出てくるんですけど、その中にね、そのね中にね創業者のニック・ウッドマンさん結構出てくるんですよね。見ちゃうんですよ。すっごい白い歯が素敵でねかっこいいなって思ってるんですけど、なんかちょっと GoPro の現状を見るとね悲しくなっちゃうよね。まあ、ちょっとなんか暗い感じになっちゃったんですけど、 GoPro 自体は使ってる方も非常に多いですし、未だにあの人気のあるウェアブルカメラですので、気に入って使ってらっしゃる方も非常に多いと思いますので、私もそうですし、そういう方はそのままちょっとそのまま GoPro を愛して使っていくといいんじゃないでしょうか。これカメラとかねデバイスにね愛してるとかそういうこと言うと気持ち悪がられるんですけどね、まあ何でもさ愛着って湧くじゃない。いいよね、可愛いもん、すごい。
こいつ。はい、キモいおっさんのトークはここまでにしましょう。普段からこんな感じでガジェットの話とか自由にやってるチャンネルになりますので、もし、他の動画もちょっとチラ見していただいて今まで見たことがなかったっていう方は気に入ったらチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でも本当に今って10年前とは比べ物にならないぐらい動画っていろんな手法で撮れるので、自分なんか一般人でただ好きでねその辺の動画撮ってるだけですけど、自撮りとかしてるだけですけど、クリエイターの方とかも本当にね表現できる幅が増えていい時代になったもんですよね。